はい、こんにちは。アクアチャンネルのザッキーです。今回は盗難やいたずらから愛車を守るカーセキュリティシステムを紹介します。はい、ということで今回紹介しますこのカーセキュリティシステム。こちらは社外品のシステムになります。今回ですね、この車はランドクルーザープラド150系。こちらにユピテル製のゴルゴ ZVT というカーセキュリティシステムをインストールしました。こちらを今回は紹介いたします。はい、近年ですね、高度な自動車盗難が残念ながら相次いでおりまして、皆様もメディア等で多くご覧になっている方が多いと思います。朝起きてきて車に乗ろうと思ったら車がなくなっていたなどですね、こういった静かに車を持っていかれてしまうという盗難が今相次いでおります。これ以外にもですね、高価なアルミホイールが取られてしまったりですとか、窓を割られて、それこそ高価なナビゲーションシステム、もしくはハンドバッグなど、こういったものがなくなっている、取られてしまっているという事件も発生しております。大体の方はですね、まさか自分がというふうに思っておられるかもしれません。例えば車が取られてしまった後で、ああ、しっかり対策しとけばよかったなと思う前に、自分の愛車はもうしっかり対策しているから大丈夫。そういった思いでいられることの方がもう安心です。ですので、その車両のいたずらであったりとか、一番は近年の高度な自動車盗難。これに対応する最も有効なカーセキュリティシステム。ということで、今回は紹介いたします。はい、その憎き自動車盗難の手口なんですけれども、以前はですね、この車のスマートキー、このスマートキーから発せられている微弱な電波を特殊な機械で増幅して、その電波をリレーして車を開けてしまう。ですからスマートキーが遠く離れたところでも、犯人は特殊な機械で電波をリレーすることによって車を解錠して、さらにエンジンをかけて持って行ってしまうという手口が多発しておりました。その後ですね、盗難の手口にコードグラバーというまた特殊な手口が発生して、近年では、キャンインベーダーという手口が多発しております。これはもう、スマートキーすらいらなくなってしまって、そこに車があれば、持っていかれてしまうという状態になっております。これはですね、車に傷つけることなく、窓ガラスを割ったり、ドアをこじ開けたり、そういった車に損害を与えることなく持ち去ってしまいますので、実にスマートな手口になっています。様々な盗難対策グッズというのが現在でも商品化されておりますが、スマートキーを特殊な電波ブロックのポーチに入れたりですとか、またはブリキの缶の中に入れたりといった対策ですとか、あとは車止めをしたり、ステアリングロックをかけたり、いろいろな盗難対策があります。ですが、そもそも破られてしまった場合に車が始動して走れてしまうっていう状況がある限り、自動車盗難というのはなかなか防ぐことができません。それで今回紹介しますこのゴルゴ、こちらのセキュリティはこのセキュリティシステムを解除しない限りは、たとえ破られたとしても車はエンジンが始動できないようになっています。もちろんこの間は大きなサイレンの音で警報を発しています。こういった形でセキュリティを解除しない限り車が動かないという状況を作っておけば、自動車盗難というのはほぼ不可能になってきます。今回紹介しますこのゴルゴの ZVT は、各種センサーですね、これが標準装備で備わっているのがトリプルセンサー、これはリアウィンドウやバックドアなど振動が伝わりにくいところ、こういった箇所の音や振動による空気圧の変化に反応するのがこのトリプルセンサーになります。それからもう一つ傾斜センサーが標準装備になっております。この傾斜センサーは、このセキュリティを発動した状態、この状態から車が何らかの形、まあ、例えばジャッキアップですね、そういった形で角度に変化が生じた場合、これは1度以上になりますが、それに反応するのがこの傾斜センサーになります。そしてもう一つ標準装備がこちら、ワンウェイリモコンです。通常のリモコンは液晶ディスプレイがついたこの大きなタイプのリモコンになるんですけれども、こちらにはですね、アンサーバックなどの情報が返ってきます。その表示部がある通常のメインのリモコンの他に、アンサーバック機能を持たないこのワンウェイリモコン、便利なワンウェイリモコンが標準でついてきます。
そして今回のこの車、ランドクルーザープラド150系は、これらのセンサーの他にオプションでマイクロ波センサーを取り付けております。このマイクロ波センサーは、こういった形で運転席や助手席などの窓から覗き込みに対して有効なセンサーになっております。例えばですね、いわゆる物色ですね。なんか車内に金目のものはないかな、そういったような形で覗き込みをした場合、警告音を出して威嚇をします。未然に盗難を防ぐことも最大の防犯になります。こういった様々なセンサーを備えた、このトルコ ZVT。実際にですね、このお車を使用してセキュリティの機能を紹介していきます。はい、今回はこのゴルゴ ZVT の様々な機能の中から自動車盗難に有効であるという機能をメインに紹介したいと思います。はい、今はこのように車はドアが開く状態になっています。それではセキュリティを警戒モードにします。今近づいて説明をしますのでセンサーカットのモードでセキュリティを発動しました。ですので車はロックされております。そしてセキュリティもかかった状態になっています。さあ、窓ガラスを開けていましたので、このドアを何らかの形で開けられたというシチュエーションをやってみたいと思います。ですので、このまま手を入れて、ドアのロックを今かかってます。ドアのロックを解除します。これでドアを開けることができます。大きな音が出ますので注意してください。はい、このように警報が鳴りまして、リモコンにもこのようにドア解とアンサーバックが返ってきます。さあ、ここで犯人が純正のこの車のリモコンを持っています。これで乗り込んでエンジンをかけようとします。はい、このようにエンジンをかけることはできません。ここで、セキュリティのリモコンでセキュリティを解除します。これでエンジンを始動することができます。はい、今ちょっとした実演をしたんですけれども、大きな音が出てしまったので分かりにくかったと思うんですが、簡単に言いますと、セキュリティシステムをオンにした場合、このセキュリティシステムで解除しない限りは、異常を認識して今のように大きな警報を鳴らしたり、たとえこの車の鍵を持ってたとしてもエンジンをかけることができなくなります。こういったことから自動車盗難に非常に有効なシステムと言えます。はい、カーセキュリティシステムの説明をしますと、いろいろと機能もあったりで、なかなか敷居が高いようなイメージを持たれるかもしれないんですが、例えばこのゴルゴのセキュリティのこのリモコンを説明したいと思います。はい、このリモコンの横にはこういったボタンが並んでいます。例えばですね、この2番目、南京錠の鍵が閉まっている絵文字になっているんですけれども、例えばこれを押します。そうすると画面にこのように出てきます。次の動作は何番を選択するかという表示が出てきます。ですので、今セキュリティが入っていませんので、セキュリティを入れる場合は、この先ほどの鍵が閉まるボタンを押して、さらにアームの1番で設定する場合は、項目が1番になっていますので、ここが1番になりますので、要するにここを押して、もう一度1番を押すと、はい、このようにアームの1番でセキュリティが入る。そして解除する場合は、南京錠が開いているマークがここにありますので、これを押して、今度は一覧が0にリザームと出てますので、ここを押して0番のボタンを押すと、このようにセキュリティが解除されると。このようにですね、メニューの選択するこのボタンを押して、さらに画面に出てくるメニューの一覧を見ますと、次に何番の動作をするかというのが一覧で出てきますので、非常に扱いやすいリモコンになっています。ですので、このゴルゴというセキュリティシステムは、セキュリティ初心者の方に非常におすすめのセキュリティシステムになっております。初心者向けとは言いますけれども、今ご覧になっていただいたようにですね、セキュリティ機能はしっかり作動しますので安心です。はい、今回の動画、このランドクルーザープラド150系にインストールしましたカーセキュリティシステム
ゴルゴ ZVT、いかがだったでしょうか。ご覧になっていただいたようにですね、いたずらですとか盗難、こういったものには大変有効なセキュリティシステムになっています。ただ、どれだけ高度なセキュリティシステムでも、取り付け方次第では本来の効果を発揮するどころか、セキュリティ効果が著しく落ちてしまいます。こういう観点から、取り付けるお店選びというのが非常に重要になっております。ですので、カーセキュリティシステム、取り付けにあたっては実績豊富な当店にぜひお任せください。今回紹介しました、こういったセキュリティシステムは、店頭取り付けのみの販売となっております。ご希望の場合ですとか、セキュリティシステムをもっと詳しく知りたいなという方はですね、ぜひホームページのお問い合わせという欄からお問い合わせをお願いします。またご来店が可能な方であれば、当店のデモカーにもセキュリティシステムを搭載しておりますので、実際に触れて機能を体感していただいてご検討いただくことも可能です。ご来店の場合もですね、予約が必要になりますので、あらかじめご連絡いただいてご予約した上でご来店するようお願いいたします。愛車は取られてからではもう手遅れになります。そうなる前に当店でぜひ安心を手に入れてみてはいかがでしょうか。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録もお願いします。